日の丸自動車学校日の丸自動車学校の教習者日の丸交通のプリウス日の丸交通のクラウンセダン日の丸交通のセドリックドライブレコーダーを装備している日の丸リムジンのオデッセイ日の丸リムジンのジャパンタクシー日の丸自動車工業の観光バスアメリカンドリーム日の丸自動車工業の観光バスウェストコースト日の丸リムジンスカイバス東京日の丸自動車グループは 東京都と神奈川県を中心にハイヤータクシーバスの運行、自動車学校などの系統を手掛ける企業グループである。なお、鳥取県鳥取市に本社を持つバス会社の日の丸自動車、岐阜県岐阜市に本社を持つタクシー会社の日の丸自動車、北海道帯広市の日の丸交通、静岡県の日の丸交通、岡山県茨城市の日の丸タクシー、岡山県倉敷市の日の丸タクシー、 山口県豊富市の日の丸タクシー、山口県萩市の日の丸松のタクシー、及び大阪府池田市の日の丸ハイヤーとは全くの無関係である。特に鳥取県の日の丸自動車は東京都内に高速バスが乗り入れているため注意を要する。1950年に創業。本社は東京都文京区高楽。創立時は日の丸自動車一社だったが、 初代社長から代替わりする際に、長男、次男、三男で経営権を分割したため、日の丸交通、日の丸リムジン日の丸自動車交通に分社化。2016年、日の丸自動車交通が多子本に営長とされ、現在は、タクシー事業を行う日の丸交通とその地域分社、主にハイヤー事業を行う、日の丸リムジンと体制観光交通、各種バス事業を行う、 日の丸自動車工業、高速道路のサービスエリアの売店、レストランを営業する日の丸サンズ、自動車教習所を運営する日の丸創業、駐車場管理、運行管理事業を行うシティパークサービスなどでグループを構成している。ここでは日の丸自動車グループの車両について記す。日本の国旗である縦型の日の丸の社名表示等が特徴でボディカラーは黄色。 ボディ中央に太め赤色の帯。黒色の車両は、日の丸リムジンの車両は黒色のみで、専用のアンドンを装備し、車体の表記はリモタキシーとなっている。主な使用車種は、トヨタクラウンスーパーデラックス G パッケージ、トヨタクラウンコンフォー。日の丸交通グループとして、GPS、AVM システムによる無線配車を行っている。ウェブや電話オーダーによる事前予約受付。 スマートフォンアプリ、スマホでタックによる配車も行っている。スーツケースが複数積載可能なトヨタアルファードのワゴンタクシーも保有する。使用車種はホンダオデッセイで現代初代の車両は2009年までに全車廃車になった。その他、日産キャラバンも配置されているが、こちらは完全予約制で流し営業は行っていない。また、六本木ヒルズには、 日本交通と共同運行の専用乗り場がある。プリウスのタクシーが六本木ヒルズ専用車として入行している。全車にドライブレコーダーと防犯用車内カメラ搭載。2010年には丸の内地区で専用のカラーリングを施した電気自動車三菱、アイミーフを使用したゼロタクシーを日の丸リムジ丸の内営業所に導入した。稼働車両はおおむね5年以上。 または50万キロメートル超え走行した時点で新車代替を行っている。安全装備に徹底しており、エアバッグが標準装備されていないセドリックであっても、運転席、エアバッグをオプションで装着している。歴史、編集企業が車両に使う場合や国品として来日する、各国要人の送迎などに使用される観光バス、事業だけでなく、お台場、丸の内、 八重洲で都心を巡回する無料バスや屋根のない2階建て車両を使用した定期観光バス、スカイバス東京を運行している。詳細は日の丸自動車工業を参照せたがや以外の3、営業所は2011年12月13日にそれぞれ分社化された。廃止された営業所級、富士急横浜自動車2014年4月、多摩田園タクシーに営業権場と 神奈川県でのタクシー事業から撤退。廃止された営業所詳細は、共同無線加盟会社及び営業所を、参照共同無線グループの大英交通所属車両級、共同無線グループのダイヤ交通所属の黒塗り車両タクシーはいずれも日の丸グループ塗装に改められている。かつての日営交通及び級、共同無線グループについては、日の丸自動車のロゴの下に、 各社の社名が英語表記されている。旧共同無線グループの日の丸入りに伴い、共同無線は業務を停止し解散した。ありがとうございます。